ユーロスタットとは欧州委員会において統計を担当する部局。欧州連合に関連する資料、統計を作成し、加盟国全体の調整を促進することが目的となっている。ユーロスタットはルクセンブルク市に置かれている。日本では欧州連合統計局や EU 統計局とも呼ばれる。ユーロスタットは欧州委員会の総局の一つで、 総局長をその長としている。また、副総局長1名、局長7名、主席顧問1名がそれぞれユーロスタッドの活動の各部門を担当する。2008年以降、総局長は元ドイツ連邦統計局局長のバルター、ガーダーマッハーが務めている。また、副総局長は2004年から、 元チェコ統計局局長のマリエ・ボハターが務めている。ユーロスタットは、経済統計や経済、金融修練についての統計、貿易統計、企業統計、社会、地域統計、農業、環境、エネルギー統計を発表している。ユーロスタット年間では、欧州連合、ユーロ圏、加盟国についての調整済みのデータを、関連する主要な非加盟国との統計を加えた。 形にして、豊富に提供している。ユーロスタットの特に重要な役割として、以下の4つが挙げられる。ユーロスタットのウェブサイトでは、以下の分野に分類された、データ及び電子観光物のほぼすべてをダウンロードすることができる。一部の観光物については、紙媒体で発行されており、EU ブックショップで有料で販売されている。 2000年内部監査でユーロスタッドの外部企業との契約についての問題が明らかになり欧州不正対策局に対して調査するよう求められたが欧州不正対策局はこの問題に対応しなかった2001年欧州議会議員ポール・バンバイタネンはかつてサンテール委員会を総辞職に追い込んだ報告書を作成したことがある人物であるが ユーロスタットの問題で新たな報告書を作成したものの当初は無視されていたその後ドイツのジャーナリストであるハンス・マルティン・テラックや報道機関がこの問題に関心を持ち始めた欧州議会において質問がなされ欧州不正対策局は A バストエンタープライズフォールティングコミュニティファンズと題した報告書を作成したこれを受けて 欧州委員会が対応にあたり、3人のユーロスタット、幹部が解任され、数多くの外部企業との契約が取り消される事態に至った。少なくとも1990年代に、ユーロスタットは、監査の目が及ばない、秘密口座に多額の資金を移し替える、副会計制度をとっており、また一部の契約の額面を釣り上げたということが、伝えられた。 また特定の個人に利益が渡ったという証拠は見つからなかったものの、円故主義や不明瞭な資金のやり取りが認められ、400万から500万ユーロほどの資金が1996年から2001年の間に抜き取られていた。その後この一部は変換されている。ところが、この数年後、このような不祥事は古代な取り扱いをされているという評価がなされている。 2008年7月8日、欧州司法裁判所は、欧州不正対策局の調査について不適切な点があったと判断し、欧州委員会に対して2人のユーロスタッド交換に5万6000ユーロを支払うよう命じた。ありがとうございます。